ふむふむ。なるほど。これはこれは。くすってよ、ハラ。いや、すごい傷跡だね。これなら死んでてもおかしくない。というか、普通だったら確実に死んでるよ。やっぱりそうだよね。シャルマンの野郎、洗脳されてるからといって俺様のことを本気で殺そうとするなんて。今度会ったらボッコボコにやり返すかんな。いえいえ、逆ですわ。洗脳されているのですから許してあげてください。本心とは違う行動を強制されているんですのよ。誰が許すか。気合さえあれば洗脳なんてかからん。あの軟弱者め。ファンクだって洗脳されてたじゃん。目をうつろにしてボーっとしちゃってさ。許せ。今はシャルマンの話をしてるんだろ。俺の話はいいんだ。でもこんなにひどい傷を完璧に治すだなんて、そんなすごい力は今まで見たことがない。オールさんと言ったね。ぜひ研究させてほしい。そこまで褒めていただけると僕も気分がいい。研究でも力の説明でも何でもしてあげたくなっちゃいますね。実はファング君の傷はですね、直接傷を治しているわけではなく。オール、能力の説明の前にまずは私たちの身元を説明しましょう。おっと、これは失礼。興奮すると周りが見えなくなるタイプでして。では改めまして、僕はオールと言います。そしてこちらがフルール。僕たちはゼルウィンズの出身ではなく隣の都市からやってきました。二人はどんな関係なんだい。特別な力があるようだし、やはり妖精とフェンサーということなのかな。そこが少々特殊でして、僕は彼女と契約関係にある妖精。しかし彼女はディーバ、歌姫と僕らは称しています。歌姫、初めて聞くね。その歌姫というのはフェンサーとは違うものなのかい。特別な力があるという意味ではフェンサーと変わりはないかもしれません。ただ皆さんのように剣や鎌といったフューリーを武器として扱う力や魔法の力はそれほどではないのです。その代わり歌姫には歌の力があります。このフューリーに近しい能力を持ったマイクで歌の力を増幅し、特殊な効果を自身や周囲に付与することができるんです。そういえばシャルマン様と戦った時、いつもより力を出せた気がする。え、そんなあったか。あったわよ。本当に鈍いんだから。歌の力に気づかないとは。よっぽど殺されかけたことが腹に据えかねていたんですかね。そりゃそうだろ。フューリーではなく歌の力で。なるほど。確かにフェンサーではなく歌姫という名の方がしっくりくるね。ファング君の傷も直接傷を癒したわけではないんです。マイクと歌の力でファング君の自己治癒力を増幅させ回復させたんです。ほう、つまり俺様は俺様自身の力で死を乗り越えたってことだな。やっぱすげえな俺は。お前らもっと俺様のことを崇め奉っていいぞ。単細胞生物は生命力だけは強いと言いますからね。あとゴキブリね、あれもしぶといのよ。どういうことだよおい。歌によって他者の力に影響を与える。すごい、すごいぞ。そんな力が存在するなんて今まで聞いたこともなかった。でしょうね。僕たちも自分たち以外には会ったことがありませんでした。グラースに会うまでは。そうだ、グラースの歌でシャルマン様を操ってた。グラース、諸悪の根源ってやつだな。あいつは何者なんだ。僕たちがグラースと初めて会ったのはスウィルバーチ近くのノーマリュー町を訪れた時です。すぐに違和感に気づきましたよ。町の住民からは意思が感じられなかったんですから。何か良くないことが起きている、そう思って町を調べている時に彼女が現れたんです。グラース、不思議なもので僕たちは会った瞬間に
互いが同種の力、歌による力を持っていると気がつきました。この人は歌の力を使い、ノーマリュウ町の住民の意識を奪っている。そう直感し、背筋が凍ったのを覚えています。あわや戦いになるかもと危惧しましたが、グラースはそのままノーマリュウ町を立ち去ったんです。グラースが立ち去った後、私たちはノーマリュウ町の住民の洗脳を解いて回りました。そして知ったんです。彼女はノーマリュウ町の住民を歌の力で洗脳し、町のフューリーを奪ったということ。グラースの目的は私たちと同じでフューリーなのか。はい、どうやら力のあるフェンサーを洗脳し、方々でフューリーを集めさせているようです。自分たちと同じ歌の力を使い、人々の意思を強制的に奪ってフューリーを集めているグラース。僕たちは正義の味方ってわけじゃない。それでも無視はできなかった。グラースの洗脳の力を私は解くことができます。役に立てる力があるのなら黙っているわけにはいきません。僕たちはグラースの行方を追うことにしました。そしてゼルウィンズに近い町で似たような事件が起きたことを知って、私たちの元へと駆けつけてきてくれたのですね。いかがでしょうか。パパパパーッと一気に話しましたが、納得してくれた感じです？話してくれたことにほころびはなかった。本来なら真偽の検証をもって真に足るかどうかの判断をするわけだが、ファングの命の恩人だもん。私はオールとフルールを信じるよ。お二人が来てくださらなかったら、私たち全員死んでいたかもしれませんし、私も信じますわ。ありがとうございます、アリンさん、ティアラさん。ま、嘘ついてるって分かった時には殴っちまえばいいだけだからな。俺も信用してやるよ。何を偉そうに。そもそも命を助けていただいたお礼をまだきちんと言ってないんではなくて。旦那、そらあかん。ありがとうを言えん人間なんてろくなもんちゃうで。助かった、あんがとよ。気にしないでください、ファング君。それでお二人さん、これからはどうするんだい。やっぱりグラースの行方を追うつもりかい。もともと僕たちはある願いを叶えるためにフューリーを集める旅をしていました。そしてグラースもフューリーを集めています。ということは、フューリーを集めようとする限り必然とそうなるでしょうね。ちなみに皆さんはどんな目的のためにフューリー集めを？女神に願いを叶えてもらうためかな。あとはあくまでついでだけど、アリンの記憶を取り戻すためにな。こいつ記憶喪失でさ、俺に会う前のこととか自分が何者だとかを覚えてないんだよ。でもなんでかわかんねえけど、女神を復活させなくちゃいけないことだけは覚えててさ。だからフューリーを集めて女神を復活させることができれば、記憶も復活するかもしれねえって。自分のこともわかんねえのに、知り合いも誰もいない世界で一人ぼっちってのはさすがにかわいそうだろ。ファング、なるほど、よくわかりました。ファング君が素直じゃなくてツンデレ気質な男の子ってことが。違う。それにしても記憶喪失の妖精ですか。グラースはフューリーを集めて何をするつもりなんでしょうか。わかりません。しかし人を洗脳するなど非人道的な方法をためらわない人ですから。そうなってしまうと、やっぱりフューリー集めの目的もろくでもないことだと思いません？ああ、間違っても世界平和のためなんかじゃねえんだろうな。一つ不安なことがあります。なんだい？ゼルウィンズにはフューリーを集めている巨大企業があると聞いています。ドルファのことですわね。もしグラースがそのドルファの人たちと手を組んでしまったら
大量のフューリーを手にするのではと。洗脳ならば相手にするのはグラース個人の思惑だけでいいのですが、お互いの利害が一致し手を組んだ場合はドルファの人たちの思惑も絡み合い、どういう事態になるのか分かりませんから。手遅れじゃねえか。え？だってなあ、私たちが洗脳されて仲間だと思っていたザンクちゃん、マリアノさん、ザギちゃん、みんなドルファの人なのよ。そんな去り際の様子を見る限りでは洗脳された感じではありませんでしたし、手を組んでいると考えていいですわね。まさかすでに一番恐れていたことが。でもよ、手を組んでようがなんだろうが、俺たちが先にフューリーを回収しちまえば何も問題ないだろう。それはそうなんですが、あまりにも楽観的じゃないですかね。まあでも悲観的になっても仕方ないし、どうせなら楽観的な方が良き。あ、フルールの笑った顔初めて見た。え、私笑ったんですか？自分でわからなかったの？とっても可愛い笑顔だったよ。そうですか。それに、なんでかわからないけど、ちょっと似てるなって思った。似ている？うん、笑った顔がティアラと。おかしいよね、全然似てないのに。ファング君の発言が周囲の空気を変え、前に進む原動力となるか。素晴らしいチームですね。一つお願いがあるのですが、僕たちもファング君の仲間にしてもらえませんか？フューリー集めという目的も同じです。それにグラースやドルファとも力を合わせて戦うことができますし。うちのチームは来るもの拒まず、去るもの地獄の果てまで追いかけるんだ。ただし、俺様をリーダーとして認め、言うことも素直に聞くのが条件だ。問題はありません。ではでは、ご厄介になるということで。皆さん、よろしくお願いいたします。じゃあ早速、フューリーの情報を仕入れに行くか。なあ、すまない。悪いが、私とバハスは少しチームを抜けさせてくれ。歌姫という存在について情報をまとめておきたいのと、古い文献に記述がないか調べてみたいんだ。研究者としてはオールさんたちに同行し、生の情報を収集したい気もするのだが、まずは地道に固めていきたい。わかったわかった、フューリーのことは俺たちに任せろ。よし、ロロのところに行こうぜ。フルールとオールだ。歌手とそのマネージャーみたいなもんかな。もしかしてマネージャーって僕のことです？ならちょうどよかった。近くの温泉宿で宴会をやってるんだけど、その余興に出られる人を探してたんだよね。ありがたいお誘いですけど、今はフューリー探しの方を優先させましょう。なんだ、残念。フューリーだったら耳寄りの情報があるよ。お題はこんな感じかな。相変わらず高いな。そう？お兄ちゃんたちなら情報の価値を正しく理解して料金以上の成果を出せると思うけどな。この商売上手め、そんな言い方をされたら買うしかねえだろう。バタメグ平原にフューリーがあるみたい。
確かな情報筋だから間違いないよ。よし、ファタメフ平原だな。ドルファとグラースに先を越される前にできるだけ急いで向かうぞ。グラースでしたっけ。随分と期待させる素振りだったのに、結局一人しか引き剥がせなかったとは。残念ですが、この程度の腕では出世は諦めてもらうしかありませんね。何ですかその目は。そんな反抗的な態度ですと冬のボーナスも期待しないでくださいね。そうですよね副社長。だがシャルマンを引き離せたのは大きい。この男の戦力は波のフェンサーとは段違いだからな。ですがバーナード副社長、人を洗脳する力があるのでしたらもっと成果を上げることだって。ギャーギャーうるせえな。だったらお前が動けばいいだろパイガ。私が？なんでそういう話になるんですか。今はグラースの仕事ぶりをみんなで評価しているところなんですから、私のことは関係ないですよ。だいたいザンクも一緒にいたんですから、責任はあなたにもあるんですよ。潜入、騙し、茶番、芝居、やっぱそういうまどろっこしいのは俺には向いてねえんだよ。最初からシンプルにあいつらを襲撃して全員血祭りにあげとけばよかったんだ。ハムなクソが悪い。気晴らしに誰か殺してくるかも。そんなこと言いつつも案外楽しんでいたと聞いていますよ、アチラさんとのお仲間ごっこ。そうか、パイガー、てめえは死にてんだ。いいぜ、殺してやるよ。どんな死に方がいい。焼くか、煮るか、切り刻むか。私の意見じゃありませんって。ただ報告書にそう書いてあっただけで。社長、お見えになりました。一切気配を感じなかったぞ。よく来てくれた、歓迎する。あの社長、この方は一体。これよりドルファはこの者たちと行動を共にする。四天王よ、彼とグラースの言葉はわしの言葉と同じ重みを持つと心得る。一気に社長級の扱いですって。グラース、先ほどの小言はあくまであなたを思ってのことなので。聡明なあなたならわかりますよね。愛です、愛ゆえの行動だったのです。だから変に恨みとかを持って仕返しにクビとか言わないでくださいね。私には愛する妻と娘がいるんです。俺は気に食わねえぞ。どこの誰とも知らん奴の命令なんか聞く気はねえ。はあ、笑ったのか。何がおかしいんだよ。ほら言ってみろ。なんで黙ってんだ。口が開けねえなら俺が開いてやる。この獲物でパックリと切り裂いてな。この人は私のマスターだ。マスターだ。そなたはこの男に仕えているということか。ええ、はっきりと伝えておく。この方とグラスは我々の救世主だ。この方の力さえあればドルファはさらに発展し、我々の望みも大きく前進する。よってこの方への攻撃はドルファへの背信行為とみなし、相応の処罰を与えるものとする。理解できたな。チッ、特殊承知した。もちろん私もです。わかりました、伝えておきます。バーナード、あちらの件はこれから最終調整のうち、見に来るならご勝手に、だそうよ。素晴らしい、なんという朗報だ。そうだな、四天王も見ておく。あの方の力を、ドルファがどのような力を得たか知れば必ず興奮に震え上がるだろう。失礼します。ファ
玩具たちの件ですが、パタメフ平原のフューリーを奪うつもりのようです。そうか、フューリーは全てドルファのものだ。グラウス、シャルマンを連れて向かってくれるか。分かった。フューリーが見つからねえな。ロロのやつにガセネタ掴まされたか。ロロは信用をなくすようなことしないでしょ。まだ探してない場所だってあるし。なあオール、歌姫の力ってやつでフューリー探せないのか。こうなんか超音波みたいなのを出して帰ってきたエコーで探すみたいなさ。そんな金属探知機みたいな力は残念ながらありませんね。フルール班の歌は他の力を増幅させるんやろ。具体的にはどんなことができるんや。例えばなんだけど、私の髪をツヤツヤにできたりとかする。そういうことでしたら、私もお肌の潤いが気になっていて。やったことはありませんが、多分できると思います。え、本当？やらんくていい。アリンもティアラも美容のために仲間の力を利用すんな。確かにそうですわね。申し訳ありません。仲間。ん？仲間がどうかしたのか？言葉の意味は知っています。私とファングさんたちの関係を表す言葉。でも実際に耳にするとなんだか胸の奥がポカポカしますね。不思議な言葉。なんかフルールは変わってるな。僕というパートナーはいましたけど、仲間と呼べる存在はいなかったですからね。新鮮なんでしょう。ええ、実にいい変化だね。来た。グラス、シャルマン。フューリーなら私たちが回収した。お前たちもついでだが始末しておこう。そんな軽いノリだと痛い目に遭うぜ。シャルマンちゃん、まだ洗脳が解けてないみたいね。フルールちゃんの力でなんとか洗脳を解けないかしら。可能なはずです。でもある程度おとなしくしてもらわないと。だったら任せろ。こっちは殺された恨みもあるからな。遠慮なくやってやるぜ。シャルマン、ファングたちを殺しなさい。てめえ、2回も殺されてたまるか。ここではっきり蹴りつけてやる。いいやで、シャルマン。別に嫌いやから戦っとるんやない。アンさんの動きを止めるためや。ムカつくけどこいつやっぱ強え。ようワイラ相手に一人で戦いよるわ。なんという力。このままでしたら私たち大丈夫です。皆さんの力はまだ眠っているだけ。だから私の歌で。ラララララ。これはこの前感じた力や。体の奥から力がみなぎってきますわ。これが歌の力。すげえぜフルール。これならいける。いけるぞシャルマン。いい加減目を覚ましやがれ。始めますわ。
が差をつけてしまいますわね。やったるで。アタックエフェクト。やったぜ。よく見とけ。掲げてやる。
足は引っ張りません。くれんなよマリサ。手洗い。お色直し完了へ。どついたるで。男前のマスターやろ。俺様の番だ。ありがとな。手抜いたらんで。気合い十分だぜ。ワイの番やな。めっためたにしたる。終わりや。勝った勝った。シャルマンの動きが止まった。フール、今だ。はい。ララ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 。シャルマン様。おい、シャルマン。しっかりしろ、シャルマン。声が大きいですね、ファング君。そんなに怒鳴らなくても聞こえていますよ。バカが。ようやくまともに戻ったか。状況がよくわかりませんが、迷惑をかけてしまったようですね。いろいろとお話を伺いたいところですが、どうやら体中に傷を負っているようで、意識を保つのも限界のようです。大変。早くちゃんとしたところで治療しましょう。旦那のせいやで。もうちょい手加減して攻撃せな。ふざけんな。お前たちだって思いっきりやってただろう。引くのが賢明でしょう。こちらも手負いの仲間がいますので、わざわざ君の相手をしたくはない。おとなしく引いてくれましたね。緊張した。そうね。でもシャルマンさんを取り戻すことができてよかった。フルール、お前の歌のおかげだ。ありがとうよ。仲間の力になれて嬉しいです。フルールのいい笑顔、またいただきました。あら、どうかしましたか。いえ、なぜかわかりませんが、フルールさんの笑った顔を見ましたら、一瞬、アリンさんに似てるなって。見た目というよりも、雰囲気がそう感じたのですけれど。盛り上がっているところすまない。早くシャルマンを安全なところに運んではくれないだろうか。ノアー、リュウシン、いつの間に。リュウシンちゃんの言う通りよ。早くシャルマンちゃんを運びましょう。ほらファング、シャルマン様をおんぶして。なんで俺なんだよ。ガルドもオールもいるじゃねえか。あ、ワイは先行してモンスター倒しとったら。僕は腰を痛めてましてね。
おんぶしたい、おんぶしたいんだけど、体が言うことを聞いてくれないんですよ。あー残念、おんぶしたい、したいな、でもできないな、残念残念。あーめんどくせえ。分かったからさっさと行くぞ。でっけえ貸しだからな、シャルマン。気を失ってても覚えとけよ。必ず返さないと許さねえからな。戻ったか、一人で。まあいいだろう。強いと言っても所詮は駒の一つ。流れを変える力はない。なんなのあれは。私は何も見てない。見てないったら見てないぞ。見ていたとしても忘れる。あんな光景は頭の中に残したくない。あれを見せたのか。ああ、四天王全員にな。私は納得できない。あのようなひどいことを幼い子供に。エミリと同い年くらいだったが、人のやることではない。グラス、お前たちは悪魔だな。俺よりも地獄にふさわしい。あの方はいつ来られるのだ。もうお見えだ。準備は整いました。移動しましょう。この罪を背負えというの。全ては人がなせる業。背負うのが辛いなら捨てちまえ。俺みたいに楽しんじまえばいい。この下道め。バイガー、今日てめえはどんな顔して自分の娘たちを抱きしめるんだろうな。さぞかし見物だろうぜ。神に祈ったことなどない。だが願わけば彼らに救いを。そしてどうか我らにも。この子が被験者です。最後の仕上げをお願いします。素晴らしい。あらゆる数値がこちらの想定以上だ。これならば届く。届くぞ。人の断りを作り出す王の玉山などではなく、世の断りを作り出す神が座する頂に。これが第一歩だ。我々が世界を手にする始まりの一歩だ。